こんにちは。天満アカデミー堀秀夫です。今日は税理士の選び方のですね、ポイント、それと選び方を間違えたどういうことになるか、それについてのお話です。まず、税理士選びに失敗すると、申告の直前になってですね、納税金額が、何万円ですと、払い切れない額を請求された。こういうことはあります。もうただ単純に計算しててですね、いや逆に在庫があって黒字が多くなっちゃうとか、現金がないのに納税額がでかいというのが予想された場合ですね、あらかじめ言っといてもらわないと納税できないと。で、逆に言うと、納税する資金がないんだったらですね、借り入れをするのか、あるいは納税額を減らすのか、何しろ、納税額をいきなりポーンと言われてですね、それを集めるために、借金をして、税金を払ったというようなね、悲惨な事例もあります。だこの納税額、余裕で払える金額の納税額を請求されるならいいんですけど、単純にもうね、ただ馬鹿正直に税務額だけ計算して、資金繰りを無視した納税をさせるということも、よくありますので、これは大変、由々しき事態、こういうことにならないように税理士選びを間違えないようにしないといけないと。それとね、税理士が来て税務相談ができると思ったら、税務知識のない新人担当者で役に立たなかった。これはね、大きな事務所なんかの税理士雇うとよくあります。で、税務相談じゃなくて経営相談までした人もいるんですけど、経営相談っていうのはね、あんまり期待しない方がいいかなと思います。それはまたおいおい別な記事の方でご紹介します。それとね、わかんないことがあったとき、聞いても返事が全然返ってこないと。自分で調べた方が早かった。こういうのもあります。それから、税務調査の時に、税務署よりで全く役立たない。で、しかも多額の追徴金を取られたと、こういうことも起こり得ます。これはよくあることなんですけど、しょうがないですねっていうふうに片付ける税理士さん多いですけど、これ、ちゃんとした税理士を選んどけば、こういうことにはならないです。で、税理士と顧問契約するときの3つのチェックポイント。まず私たちはね、輸出企業なんで、これね、ちっちゃな企業が輸出をしているというのは珍しいです。はっきり言って。だからこそ儲けやすいんですけどね。で、輸出企業見たことないと。大丈夫、調べれば分かります。調べれば分かりますっていうのはね、それはそうなんでしょうけど、逆にね、調べてトンチンカンなことを教えてくれたりとかしますんで、この、輸出企業を見た実績あるかどうか、これを確認してください。で、この実績なかったりごまかす場合はですね、見た実績ないんで、その輸出企業を見た実績なくて、消費税還付で、手探りでやる税理士に頼むんだったら、正直あんまり意味ないんでですね、ここをまずチェックしてください。それとね、外見、事務所と人物。これ事務所が出かけりゃいいとかそういうことじゃなくて、自分に合いそうかどうか、地元の、ね、税理士だったら、地域に根ざした経営をしてるか。間違ってもバーチャルオフィスとかね、いつでも逃げられるようなマンションの一室とかでやってる税理士だと、あんまりどうかなって感じなんで、その辺はまたケースバイケースですけど、外見と事務所。それから、記帳代行を依頼できるか。記帳がとにかくめんどくさい、ね。そういうのもやってくれるかなと頼んだら、できない税理士だったりね。普通の顧問料っていうのはあくまでね、顧問料だけで代行するともう全然すごい金額かかっちゃうとかいう場合もありますんで、その辺のチェックポイントもあります。で、これ具体的なチェックポイント、どうチェックして、どういう税理士だったらいいかは、もうこれ何を求めるかによってもケースバイケースなんで、私と相談しながら、チェックポイント作って、それに対するフィードバックをいただいてですね、良さそうですねとか、やめておいた方がいいですねというアドバイスをさせていただきます。で、なぜそこまで選ばなきゃいけないのかってことなんですけど、税理士っていうのはね、何種類かありまして、税理士試験に合格した人、大学院を出て税理士試験を免除された人、税務署に勤務して税理士試験を免除された人、それから公認会計士といろんなパターンがあります。それぞれのパターンによってですね、やっぱ得意不得意ありますし、例えば、税務署にね、長年勤務した人に、経営相談みたいのをしたいと。
ね、言っても、あんまりできるわけないわけですね。で、そういう、まあ、根本的に求めるものと、その経歴に、ギャップがあると全く役立たない、自分の求めてない税理士に、頼んでしまうということになりかねません。で、よくある間違いのね、原因。まず、ね、経営コンサルティング能力を求めると。ただね、何やっても儲かった時代、入ってきたお金をいくらね、配分するとかね、そういう時代は、まあ、税理士に、コンサルティング能力というか、税理士にいろいろね、相談しておいて問題なかったんでしょうけど、今や一番のポイントはですね、どうやって売り上げ上げるか、どうやって儲かる、仕事をするかってことなんで、その辺については、税理士さんは、あまり役に立たないです。入ったお金をどうするかって話なんで、どうやってお金を入れるかってところがね、一番の問題、その、ズレですね。その集客なのね、儲かる仕事云々を税理士に相談されても分かりませんと。まあ、そりゃそうなんで、まあ、その辺の能力を求めると間違いになってしまうと。で、2番目、節税能力を求める。ね。それは節税のやり方によってはね、すごい利益を上げても税金を払わなくてもいいという、そういうすごいやり方もあります。ただそれはね、できる事務所とできない事務所がある。まあ、具体的にはね、この公開の動画で言うと差し障りがあるんで、あれなんですけど、まあ、ここに過大な期待をすると、大体失敗します。で、逆に言うと、ここを売りにしてる税理士ね、鵜呑みにして使ったらとんでもないことになりかねません。ですので、ここは非常に、慎重に選んだ方がいいところですね。それから、よくあるパターン、ね、誰かいい税理士ないって言って、紹介された税理士を考えなしに使ってしまう。まあ、考えなしに使うっていうか、紹介してもらっちゃったら断りにくいんで使うと。そうするとね、自分の求めていた税理士と全然違う。自分の業務には全く未経験だったということになるんで、やっぱりね、税理士選びは結構慎重にやらないといけないなと思います。というのもね、まあ、ある程度自分の求める税理士見つけられて頼んでるかなと思ったらね、この立て続けにそんなアドバイスもらったのかいと。あるいはね、根本的に、やっぱりどう選んでりゃいいか分かんないという相談があったんで、まあ、税務相談はね、できない分、まあ、逆に税理士選びで、税務相談をしないでも済むように、需要に合った税理士を選ぶ方法を教えようということでですね、今回動画を作りました。まあ、具体的なチェック方法、なんでそういうところを、選ばなきゃいけないのか、その辺はですね、また、ちょっと長くなっちゃうんで、別な動画でご説明します。税理士の選び方、よくある失敗例とですね、チェックポイント、ご紹介しましたんで、その辺踏まえて、また疑問に思うところ、こういう税理士どうでしょうかという相談があればですね、お気軽にご相談ください。以上、転売アカデミー、堀秀夫でした。